ソウル大学校。1924年、大正13年に、日本が、京城帝国大学を創設。戦後の1945年10月17日に、京城大学と解消されたが、米軍法令102号により、1946年8月22日に、閉鎖された。1946年10月15日、当時のアメリカ軍政庁の指示、指導のもと、 9つの専門学校、形状医学専門学校、形状法学専門学校、形状司会学専門学校、形状工業専門学校、形状鉱山専門学校、水原農林専門学校、形状経済専門学校、形状師範学校、形状女子師範学校を統合して一つの国立大学を開設しようとする国立ソウル大学校案、国大案によって、 解説さた。初代学長はアメリカ人の、韓国人の学長は1947年に就任したが最初、1950年9月に、慶城薬学専門学校がソウル大学校へ移管され、ソウル大学校薬学大学となった。朝鮮戦争では、一時不参に避難していたことがある。法的には、 休憩場停大とソウル大学校との連続性はないため、ソウル大学校の公式見解では、慶憩場停大を期限とはしていない。しかし、理事会や一部の施設等は、休憩場停大関連のものを流用しており、学部によっては、日本統治時代の学校を前身としているところもある。同窓会組織においても、休憩場停大卒業者は、正会員として認められており、また、 日本の旧帝国大学の卒業生団体、学士会は、白帝大の学士号及び博士号、修士号の取得者に入会資格を与えている。なお、韓国の大学は、大学内の専攻組織の構成が日本と異なっている。ソウル大学校の場合も同様で、ソウル大学校、大学、学部、学科という入れ子構造になっている。もともとは、学科制であり、 学部はなかったが、1990年代今つから学科を統合して学部を設ける傾向も見られる。ただし、その場合でも学部はソウル大学校のもとにすぐ属するのではなく、大学、文化大学の下に属している。しかし自由専攻学部のように大学校のすぐ下に属する学部もある。ソウル大学校はソウル特別士官学区森林堂にある。 官学キャンパスと、同志小六連立堂にある連立キャンパスによって、成り立っている。以前は、旧、京城帝国大学が創立された小六大学路、文理科大学、法科大学、美術大学、外に、小六連立堂、医科大学、歯科大学、大学薬学大学、足元区高ンク工堂、工科大学、城北区小岩堂、小科大学、中区ウルチロゴがい。 市販大学、中区南山道、音楽大学、軽気道水原市、農業大学、獣医科大学に立地していたが、1975年にソウル大学校総合化計画として、官学移転することになった。よって、医科大学、附属病院、歯科大学、農科大学、獣医科大学を除く、全学部がソウル郊外の官学区に移転した。現在、 大学本部がある、管学キャンパスは、もともと中流米軍のゴルフ場であった敷地を利用して建てられた。正門近くには、経営大学、反対側である山中腹には、高科大学、高門の側には、管学者と教授会館が位置している。キャンパス内の古い教授会館は、昔のクラブハウスであり、付近には、ティーグラウンドと思われる場所が点在している。ソウルでは、 南寺島と並ぶ桜の名所である。観学の観学山の山肌に沿って、キャンパスを作り、外部との出入りは、門が作られている道路を通る、山越えをするか、崖から川に飛び降りるしか市内に出る方がない。そのためデモを阻止したい政府、治安維持隊にとって封鎖するには、都合が良かった。その理由で、当時の韓国政府が、ソウル大学校の学生の反北正規闘争に、 対する統制手段としてキャンスを管楽に移転したという疑いもある。現在管楽キャンパスにある約200棟の建物の中で半分は1990年以後に建設されたものになり、特にここ数年、新校舎建設ラッシュとなっており、一部では山林や樹木を諸葛官庁の許可なく倒し、市民団体から抗議を受けたこともある。最寄駅は落ち星体駅もしくは、 ソウル大入口駅になる。かつての慶城帝国大学医学部跡に位置する連立キャンパスには、医科大学、歯科大学、看護大学があり、ソウル大学校附属病院本院もこのキャンパスに位置している。場所は大学路と小京宮寺の間にあり、恵み海駅が最寄り駅になる。病院本館がキャンパスの中心にあり、医大本館等が大学路。 歯科大学が小径宮寺に位置している。過去に農業生命科学大学、獣医科大学があった水原キャンパスは、これら短科大学が2003年に官学キャンパスに移転することに伴い売却されることとなったが、未だに成立していない。他にも全羅南東級霊群と紅葉市等に約 200km の円周林を所有している。現在では、 新川経済自由区域の青ら地区に、韓国科学技術院の振興者と、国際科学複合研究団地、軽軌道水原市に次世代融合技術研究院、関温度ピョンチャン軍にグリーンバイを、先端研究団地を造成する計画が、進行している。現在は、ソウル大学校は16の単科大学、英名では、カレッジからなる。ほとんどの場合はこれらの下に、 学学科が置かれているが、1990年代以降に、韓国で進んでいる学部制導入により、例えば経済学部が社会科学大学のもとに存在するなど、学部が単科大学のもとに存在する場合もある。単科大学別の解説学科は、下記の通り、廃ヨ科及び廃学科は、2002年を最後に募集を停止し、肺学専門大学院制度によって、 大学院に統合された。2008年度以降の新入生には、主専攻以外に、複数専攻や、連合専攻、連携専攻などといった、他の学科の単位を、必ず履修しなければならない、第二専攻制義務化が適用されることとなった。法科大学も、法学専門大学院制度によって2009年以後、新入生の募集を停止した。 2014年からは、廃学大学院が新入生、募集制度を変更し、廃学学士、修士統合課程を新設し、2002年以前のように、高校から、廃学会へ進学できるようになった。一般大学院と、専門大学院が設置されている。一般大学院には、修士課程にご系列、71学科、部27共同課程が、博士課程にご系列、 72学科、部26共同課程が設置されている。専門大学院には、現在6系列が設置されており、博士課程は、国際学科にだけ存在する。2008年には、法学専門大学院の誘致に成功して、法学専門大学院の認可及び定員に関する、審議機関である法学育委員会によって、定員を150名とすることが決定された。 会員は2009年3月。専門大学院の一覧は下記の通り。1997年7月にソウル大学校の記録及び歴史保存のために設置された大学資料室として発足した。2001年9月に現在の名称に解消された。ソウル大学校と関わる歴史記録及び行政文書を多く収集している。記録館に所蔵された。 記録物はソウル大学校の歴史的発展と移り変わりを伺うことができる学校誌の資料や学生運動に関連する量、教授及び同窓生等が寄贈した個人コレクション等である。一般人も閲覧及びコピーが可能。ただし、個人情報の含まれた資料は部分閲覧だけ可能。現在では約5万件のソウル大学校関連記録を保存している。 1946年の開校と同時に、京城帝国大学の建物と書籍を受け継いで、国立ソウル大学校中央図書館として開館し、1949年に名称がソウル大学校付属図書館に変更された。1975年1月に本館が漢学キャンパスに移転されたことに伴い、名称がソウル大学校図書館となり、1992年に、 再び、ソウル大学校中央図書館に変更された。水原キャンパスにあった農業生命科学大学が、官学キャンパスに移転したことに伴い、2005年に農学図書館も、水原キャンパスから、官学キャンパスに移転した。2006年以降は、文館として、社会科学図書館、経営学図書館、農学図書館、法学図書館、医学図書館、肺学図書館、 国際学図書館の7館が設置されるようになった。現在では文館を含んだすべて、蔵書量は約400万冊となっている。1995年に美術大学東洋画家のイ・ジョンさん教授が美術館の混流権議案を出し、サムスン文化財団の寄贈で作られた。設計はオランダの建築家であるレムコールハウスが引き受け、地上3階、地下3階、 延べ面積1357坪の規模でサムスン物産が施行を引き受けた。2003年に漢学キャンパス正門の隣に着工し、2005年に完成、2006年6月8日に開館した。2007年10月9日にはデンマーク王のマルグレーテ2世が訪問した。1946年の大学設立とともに、1941年に 建てられた京城帝国大学時代の建物と遺物をそのまま受け継ぎ、ソウル大学校附属博物館として開館した。1975年に中央図書館6階に移転されたことに伴い、名称もソウル大学校博物館に変更された。1993年に現在の建物に移転された。1階では、高校歴史と現代美術及び企画物、 二階では人類民族と伝統美術に関する物品をそれぞれ展示している。主要常設展示物では各種高校遺跡出土物及び自然史に関連する標本等がある。1963年1月に語学研究所として設立され、2001年に現在の名称に変更された。ソウル大学校の関係者に英語を含めた外国語教育を実施したり、 外国人に朝鮮語及び韓国文化を教授する業務を担っている。これ以外にも英語能力検証試験であるテップスやスとなると、東区の言語能力測定試験を研究開発する業務を引き受けている。ちなみに、ここの外国語コースには日本語教育のコースも開設されており、現在2名の日本人専任講師が教育に携わっている。朝鮮戦争によって、 普山に避難している間の1952年2月4日に大学新聞の第一版が発行された。1953年の休戦に伴い、出版局はソウルの東高マ・タの方へ移転し、1958年からは高校生向けの版も発表されるようになった。1960年の財政難により長期間発行が中止されたが、1975年に、 韓学キャンパスへ移転して、以降は、現在まで休館することなく発行され続けている。発行された当初は、週2回一部500ウォンで発売されていたが、現在では毎週月曜日に、無料で配布されている。ちなみに、休暇中やテスト期間の発行は禁止されている。月刊誌、ソウル大ジャーナルは、1995年に、総学生会で、 私たちの世代というタイトルで創刊した。1997年に総学生会から独立し、2001年にソウル大ジャーナルに名称を変更した。講師艦学は1990年創刊され、機関紙として発行されている。ソウル大ジャーナルと同様に、本来は総学生会参加にあったが、2006年に総学生会改則から該当条項が削除された。 また、2002年からは、女子学生向けの自治言論誌、ジュイサンスも出版されており、2000年に開設された、学内コミュニティサイト、スヌライプも、学内ニュースや学生と教授との対話を掲載する、言論としての機能も一部担当している。イギリスの国際高等教育情報機関クワクアレリ、シモンズ、キッカレリー・シモンズ社による、アジア大学評価ランキングでは、 2014年調査で4位。日本の最高位は東京大学で10位。なお、2008年8月6日の KBS、韓国放送公社の報道によれば、ソウル大学校は将来的に法人化の道を選んでいると同行のスポークスマンが発表した。これによれば、大学全体の国際競争力を高めるためには、国立であることで受ける制限や干渉を脱することが、 不可欠であり、近年中に会計システムや運営戦略における大学運営陣の採用を高めるべ、進んで法人化に向かうのだという。そして法人化のための法律である国立大学法人ソウル大学校の設立や運営に関する法律交付案が2010年12月8日、韓国国会の本議会で可決され、2011年12月28日正式に、 国立大学法人ソウル大学校として出版した。しかし一部の学生や教授の反発が法人化推進当時からあって、一時本部が法人化を反対する学生らによって選挙されたことがあるなど、今も反発は続いている。大学の標語は、真理は、我が光で、主に欧米大学のモットーのように、ラテン語でベリタスラックスメアと書く時が多い。それが、 大学のバッジなどでも見られる。漢字文化圏ではヨーロッパのユニバーシティを大学と翻訳してきた。これは日本統治時期の朝鮮でも同じであった。しかし現在の韓国ではユニバーシティの翻訳語として大学校を使い、大学は日本で大学校の株単位を意味する学部、もしくは短期大学を意味する言葉として使われている。 ソウル大学校は韓国で大学校を称した最初の大学であり、これはアメリカ軍政庁の国立ソウル大学校案、国大案から由来したとみなされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。